ヒーローインタビューはご覧のスポンサーの提供でお送りします。どうもこんにちは、部活応援マガジンヒーローインタビュー応援団のフーライブ小西です。さあ今日はですね、神奈川県立旭高校にお邪魔しております。なんとあの名門の女子バスケットボール部の皆様に熱いコメントをお願いしたいと思います。それでは早速行ってまいりましょう。それでは神奈川県立旭高校女子バスケットボール部の皆様にインタビューしたいと思います。バスケットボールを始めたきっかけを教えてください。最初に姉が始め、その時にボールやバッシュを買ってもらうのがすごく羨ましくて、なので自分も始めれば買ってもらえるんじゃないかなと思い始めました。でそこからどんどんバスケットボールにのめり込んだ。はい。それでお姉ちゃんと一緒にバスケットボールをやって、一緒にこのレベルが上がったの。はい。上手くなったの。教えてもらいながらもやりました。あ、そうなんだ。神奈川県立旭高校女子バスケットボール部の魅力や楽しいところを教えてください。と試合の時にベンチと応援席の一体感が他のところに比べて一番だと思います。なんか声がでかいとか、特に何か決まり事みたいな。他のところに比べてみんな楽しんで、楽しんで。例えばどういうことやってるの？内地をした時にドドスコスコっていう。ドドスコスコ？ちょっと気になりますね。ちょっとやってもらっていいですか、それ。はい、はい、せーの。ドドスコスコスコ、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 ドドスコスコ。ありがとうございます。いやいや、すごいね。こういう掛け声みたいなのやってる。そうするとこのみんながこの士気が上がる。ライバルチームや意識しているチームはありますか？金沢総合高校です。それはどういう理由で？県の決勝でいつも戦っている相手でもありますが、個人的には同じ中学校の子がそこの高校に行ってるからです。その同じ中学校の子はそこの高校に行って一生懸命練習してるっていう。はい、そうです。だから頑張れる。はい、はい。今月のテーマ、夏を超えろ、自分を超えろということで、夏休みや、夏合宿など練習、試合などを通して自分が超えた瞬間を感じたエピソードを教えてください。2年生の春に行った遠征です。それはどういう感じ？1週間のロードで愛知に行ったり大阪で大会を行ったりしました。それは相当きつかった。どういう感じで？とても長くて、今までは2泊3日とかで帰れたんですけど、やっぱり全員で頑張って乗り越えたって感じがしました。今までで一番感動した部活のエピソードを教えてください。インターハイに出場したことです。先輩方が最後まで諦めないで戦っている姿勢を見て刺激を受けて、自分ももっと頑張ろうと思いました。あ、なるほど。例えば先輩にはどういう感じでアドバイスもらったことがありました？アドバイス、同じポジションでなんか自分ができてなかったりしたときに、細かくいろいろ教えてくれました。あ、なるほど。そういう、先輩を見てちょっと私も頑張ろう、はい、感じで思った。はい、はい、今までで一番楽しかった部活の思い出を教えてください。試合の時に自分がシュートを決めてみんなが応援をしてくれたことです。それは例えばどういった感じのシュートですか？スリーポイントだとスパッと決まった時に歓声が上がったのが嬉しかったです。続婚ラブです。続婚ラブっていう応援が嬉しかった。
それちょっとやってみる。はい、じゃあパス、シュート、決まった。イエーイっていう応援です。はい、はい、いや、それはテンション上がりますね。はい、ありがとうございます部活と勉強を両立している方に質問です部活の後、疲れ切った中両立するうまい具合な方法を教えてください。電車やバスの中で英語の単語の本を読んだり漢字ドリルを読んだりしています。それなんかやり方ありますか？どういう感じで？口でゴムゴムしゃべりながら読んでます。部活でちょっとやっぱ疲れる時あるじゃないですか。そういう時もやっぱ普通にどういう便利？そういう時は眠いと頭に入らないので寝てます。で、寝て起きてやるゴム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 尊敬するアスリートや有名人を教えてください。松岡修造さんが好きです。おー、部活とか運動に熱いという理由はありますか？何事にもとてもすごくなんかねやってる感じですね何事に対してもこの熱い思いをこうぶつける男の人、そういうのを見てすごいなって思いました。部活以外の日常の過ごし方を教えてください。横浜とかに出かけて買い物してます。横浜に一人？一人とかお父さんです。はい。最近じゃあ買ったものは？靴とか買ってます。はい。どういうの？ジョーダンのやつ。あ、バスケットボールのことも忘れずジョーダンの靴を。さすがですね。自分たちは県で優勝してインターハイとか全国大会に出るだけじゃなくて、その中でも勝ち上がっていくことを目標にしているので、自分もそういうふうにチームを勝っていかせるようなキャプテンになりたいです。ヒーローインタビューはご覧のスポンサーの提供でお送りしました。神奈川
川県立朝日高等学校女子バスケットボール部です。私たちは全国大会でも勝ち上がることを目標に日々練習しています。朝日ー